ブーメランがね、売ってたからね、あれ欲しいよね。あれ確かグループ関係なしの全体攻撃やろ、ブーメランって。あれ、あ、もう今マップ出たってことね。あ、しかもシンボルエンカウントなんや。何こいつ。しましまキャット。お、ちょっと、なんか画面が。よし、倒していく。あ、1のダメージぐらいだな。まあ全然だ。あー、2か。あの、テリーのワンダーランドのシンボルエンカウントやったら、多分今後出てくる 3DS のドラクエ、多分全部シンボルエンカウントになっていくと思うけど。プレステ2はランダムエンカウントやったんや。いや、ブーメラン欲しいけど、宝箱。裏が、え、嘘、正面から開けなあかんの、これ。清水。これ何こいつ。あ、追ってきた。うわー、串刺しツインズ。この辺、このなんかこういうやつとかは、まあブーメランがあれば超楽やねんけどな。特技ちなみになんか、あ、覚えてへんのか。呪文は、まあ呪文ないよな。多分、ヤンガスって魔法は覚えないタイプやんな。オッケー。ヤンガス魔導士タイプ嘘。見かけによらず。え、ホイミ使えんねや、ヤンガスって。意外とサポーター気質なんだな。てか、モコは死にそうやねんけど。この戦闘が終わったら回復させるか。いや、もうちょっとそうも言ってられないな。あれ、やばい。ちょっとやばいわ。ちょっとモコ防御しよう。薬草これ袋に入ってる状態やから、やばい、モコ死ぬかも。あ、死んだ。嘘。ヤンガスに先をこれからもうこの時点でもヤンガスに追いつけないから、もうどんどん毎回レベルアップのためにあいつに先越されるみたいな。あ、ダメだこれ。最悪や。経験値を取り損ねた。あ、ちょ、戻ろうこれ。もうヤンガス一人旅みたいな感じでいいかな、もう。カンオケと一緒に。ちょっと待って。教会どこ？まあでも序盤なんかそんなお金かからんよな。確かレベルかける10ゴールドとかやんな。うわぁ、でもショックやぁ。ちょ、薬草いっぱい持って買っとくか。いや、もう防御せずにさ、もう普通にや、主人公とヤンガスとで、2連撃でいけると思ってんけど、そもそもヤンガスがあのキャットより遅かったから、抜かれた上に、モコウに攻撃がいった上に3ダメージっていう。あ、何こいつ、道具売ってるわけじゃないんかい。道具売れ、この野郎。薬草。モコウさん、棺の中に入れときますね。次の中って、
どうしようかな。やばい、スプラトゥーンずっとやってるくせでさ、なんか、3DS を上にグッて傾けて、なんか、上の方を見たいよってなっちゃうんだけど。ボス貯める戦法？やっぱ死んだんや。なんか生きてる、生きてる気がするけどね。その、なんていうの、マスターなんとか？間違えた。ちょっと待って。10ゴールド。序盤は結構痛い。10ゴールド。薬草が買えるから、これで。お祈りするか。間違えた。消しちまった。戦闘の速度上げれる？嘘？それやろうぜ、まず。ちょっとさすがにテンポ悪いわ。設定で上げればいいんか？設定で上げればいいのか？ちょっと待って、どうやる？スタートボタン？ではないな。なんだこれ。写真とか撮れんの？いや、いらん。いや、いい。作戦かな？スキルポイント、あ、これか。あ、戦闘中に変えれるわけね。じゃ、もう一回、じゃ、また外に出るか。この辺の樽は壊せないか。戦闘中に速度変えるわけね。オッケーオッケー。おお、でかい。なんかある、しかも。鍵がかかってるか。本棚あったっけ。ちょっと待って、本棚どこ。あ、これか。でも本なんだ、入ってへんやろ。お。ん、ちょっとあそこに炭素もあった？ないか。え、何ここ？ちょっとさ、道具で、鍋の蓋を渡すからの、あ、ヤンガスが装備できんじゃねえか。これ真面目にヤンガスが前の方が良くない？これ。絶対ヤンガスモコの方がいいよな、これ。ドラクエは基本的に前にいるやつから狙われやすいんで、ヤンガスは防御力も HP も主人公より上やから、見た目がちょっとね、確かに。いや、俺立ち見見てるよ、コメントビューは入れて。ちょっとなんかこの辺も一回探索片っ端からやっていくか。で、意外とそのなんか、旅人の服とか、さすがに買えないよな。サンセンス。まあいいや、とりあえず行くか。あれ、ちょっと引っかかった。なんかに引っかかった。なんか、何かに引っかかった。あ、壁の袋も調べられない。そうなんや。
本とかでやっぱ読んでいった方がいいんや。まあでも割と結構ドラクエも本当もうゴリ押しでストーリーのクリアしたところがあるからね、俺。いやだからまだブーメラン買えるほどお金がないからさ、まず金を貯めないと。あれどこから降りるこれ。あれ降りれなくない？あ、真ん中か。これ例えば速く走るとかないんかこれ。あ、ほんまレシピとか、レシピとかってなんなん？レシピってなんなん？西に金たくさん落とすバトルレックス、俺マジで。リップスや。あ、なんか錬金とかできんの？そんなん。金を自ら生み出すと。まあ、ランダムエンカウントじゃないからさ、こうやってフィールドの移動はすごい楽やんな。で、確かこれも逃げれるはずやねん。逃げれる逃げれる。主人公の方が、死ぬのが早いから、でもこいつとかはちょっと倒していこう。錬金ってどうやってやんの？速さ。速い。ヤンガス戦闘ですごい安定してやっていけそうやな。洞窟の敵多分強いでしょ。でも逆に手強い敵と戦っていって、で早くレベルサクッと上げちゃいたいっていうか、ドイツを倒すのがレベル効率いいかやな。モグラ。いいか、戦ってみようか。え、5のダメージ、嘘。え、やばない？やば。え、テンションってなんなん？テンションってなんなんこれ？テンションってなんすか？次の攻撃が強くなる。え、そんなんあったっけ？なんかあった気がする。でも、あ、今のカウントナイス。あ、嘘！え、やばない顔して。おわっ。脅かすって何？敵が逃げる。あ、敵を強制的に逃げさせるコマンドがあるんや。そう、失敗したら、失敗とか絶対するでしょ、だって。いや、これ多分いけると思う、回心出せば。あ、無理や。いや、でも多分次 B に行けばいける。勝てる、勝てる。ナイス。あ、勝った、勝った、勝った。20？ あ、勝った、勝った、勝った。
ガッガッガッ。違う違う違う。あ、これあれか。全滅したら一応全員生き返んねや。今までのシリーズってさ、戦闘にいるやつだけ、ってか勇者だけじゃなかったっけ。あ、ちなみに教えてほしいんだけど、今作の主人公って勇者なの。勇者なんかただの一般人なんか、あのドラクエ7系なんか、生粋の勇者の血を引いてんのか、兵士？一般人？ただの兵士なんや。兵士やけど実はまあ強いみたいな。はぁ。フィールド西にいるバトルレックスって、バトルレックスとかってさ、この序盤で相手できる敵じゃなくない？それ。無理やろ。ちょっと待って、これさ、ロトの剣みたいなの入ってるらしい。それさ、使わない？ロトの剣ゲットしてさ、それ売ろうよ。それ売って金にしてブーメラン買おう。売れない？しかもロドの続き序盤武器なんや。あ、だったらちょっともう使った方がいいと思うわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ロドの剣今からやる。ゲームを開始して中断できる場所で、中断って何？ゲーム中断って何？教会の話か。作戦から中断ってできるのか。できた。これか。一度目にバックアップで、あ、だから要はあれでしょ、あのドラクエ3で言うやろ、なんか旅のしおりみたいなやつやろ。要はだからそこを起点に、リセットマラソンはできないってやつやろ。プレゼントコードが、なんか長い。プレゼントコードくっそ長いぞ、おい。いや、映しても大丈夫でしょ、別に。
来た来た来た。いや、これでもし誰かに誰か取るやつがおったら逆にすごいわ。おお、入ってる。ね、攻撃力20とかだしね。モコの攻撃力は結構上がるな、でも。だドラクエシリーズの基本として、もう使わない武器を売ることができるわけよ。まあそれは後でいいか。やっぱ HP とか見えた方がいいですよね。どうしよう。やっぱ下画面いるか。下画面映した方がいいな。下画面じゃあこれぐらいで映しとくか。でかいな。明らかにでかい。これぐらい？で、またメイン画面ちょっとだけ小さくしちゃってもいい気がするね。まあこれでやっていこうよ。これで大丈夫でしょ。ロトの剣、まあ裏剣普通に使っていくか。じゃあ、あーでもブーメランの方がいい気がするな。ちょっとまあ序盤はこの辺でまずレベル上げをしよう。レベリングをしよう。レベリングを。夜は敵強えんだ。リップスとかって結構経験値多かったはずやねんけどな。よし、あーいいね。火力、火力出ますね。来た、やっと来た。ほんま序盤やし。何これ。この先関所。ああ関所なんかあんねや。あ、マネマネもしかしてこれではないか。あ、メラゴーストか。え、硬っ。メラ、やばい。まあ、貯める方がいいん、やっぱ、エイトって。え、貯めるって、でもそれさ、もう完全になんか、スキルじゃない、一つの。スキルというか呪文というか、要はバイキルト的なやつやろ。
一角うさぎ。あ、逃げた、消えた。一角うさぎ。ウサちゃん好きなんですわ。ここ結構経験値でかいな。お、ホイミ早速。でもドラクエ完全初見、ドラクエ8は初見。うん。あれ、もしかして今作ってレベルが上がったら HP 全開してる？バブルスライム。あ、そうなんや。なんか割とぬるくなってるな。ぬるくないそれ。パズドラみたいな感じ。パズドラのスタミナ回復するみたいな感じやろ。ぬるいな。もう全然助かるけど、その方が。テンションマックスまで食べることによって何、何 ?7.5 倍になる。え、すごいな。ってことは、現状、モコの一撃がまあ、11ぐらいいくから、77ダメージぐらい出せるわけ。この段階で。ドラクエ3から7までやりました、ちゃんと。で、1と2もちょろっとだけやったことあんねんけど、途中で、なんか、やめた。あ、ドラギ。まあ、ちょっと序盤はもうしっかりもがいろんなモンスターに顔合わせしとこう。いいね。いいね。あ、最大戦勝殴れる運、運なわけね。序盤はそっか、上限があんのか、一応。この辺の敵ってか、多分夜になればもうちょっと強いので、あのさ、だからさ、あ、ミスった。バブルスライムとかリップスあたりをしっかり倒していけば、ドラーキーははっきり言ってゴミやねんな。まあ、倒しやすいからいいけど。で、あそこはだから B じゃなくて C に行ってほしいんですよね。まだ攻撃してないやつを優先的にやってほしいな。リップスが一番いい？え、何これ。いや、振り分けでも振り分け、個別指定ででもさ、グループ化してたら無理じゃない？グループでやってたら無理じゃない？これ、斧でいい？これ結構重要じゃない？これ。これ、後で考えるとかっていう選択肢ないんこれ。人情。人情が一番強い。じゃあ、斧か人情でいいんか。攻撃力が良くない、でも。で、人情にするか。は？え、触れてなくない今。え、触れてないんじゃん。何もできてるな。え、どういうこと？え、どう、もう意味がわからん、もう。え、今の無駄になるんじゃん。触れなかったら。